Oh my goodness! Yori! Yobu! Sama-pa-san! どうも、日立のシンビです。みんな、お待たせ。はい、というわけで、霞ヶ浦、香港に来てます。誰もいないです。今日は、マジで行ったことないとことか、なんか適当に、ちょっと霞ヶ浦をプラプラしようかなと。そういう動画を撮ろうかなと思って、来ております。で、その強い味方がこれ。バスル大冥界。こちらを見ながら良さそうじゃねーみたいなところを狙っていきたいなと思ってるんですけども、半袖ハーパンでいられるほど暑いので、まあ割とどこ行ってもちゃんといいとこ狙えれば結構魚釣れるんじゃないかなと思って、霞ヶ浦水系を欄干しようと思ってるんですよ。それをまあ題して霞ヶ浦チェイスチェイス物語とね、今回物語をお届けしたいと思います。ただまあ物語といってもただの欄干です。霞ヶ浦チェイスチェイス物語昼間詰め昼間編、ちょっともうトップには厳しそうな気がするんで若干沈めてのバナーナ、またしてもバナーナ。ここはどこだ、私は誰だ、俺はブーラー。さあ釣れんのか、ここは水汚ねえな。ここは一体何なんだ、こうやって時に釣れちゃうんだな。それもバス釣り、それもバス釣り、全部バス釣り。日本もいないのか、そんなことある、日本もいないとかある。うお、待て待て、やばいやばいやばい、どうする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 、いたよ。うわー、ちょっと待て待て待て、マジでこんなとこにいたんだけど、ちょっと待てよ、よいしょ、ほい、ありがとうございました。まさかのここにいました。いやー、ドライブショット奥の奥にやったらぐんぐん引っ張って、やりやした。霞ヶ浦チェイスチェイス物語やり、はい、さよなら。いやー、いたねー、あん中。ふい、はい、で、むちゃくちゃ暑いんですけど、もうすっげえドピー感でなんですけど、やっぱりそういう時にはああいう場所、ああいう場所にこちらドライブショット、ずっと欲しかったんですけど売ってなくて、あのプロショップケースさんでね、やっと見つけて即購入したこのドライブショット、エミソブラック、いや最高ですねこれね。もうどこまでもファイってドライブしていく、ファイドライブですよ。でそのドライブ先が今回あそこだったんですよね、うん、でそこに投入したのはやっぱり、まあ、もう暑くて半袖ハーパンで暑くて、ここにしかシェードなかったんで、この中いるべみたいなと思ったらいたんですよ、うん、1匹いるということはもう1匹いるかもしれない。狙っていこう、あん中です、あん中、あん中、あん中にいた。でこれしっかり入れてラインを出してスライドさせる、それがペアリング、そしてバックしてしまう。でも食われてる可能性もあるから致し方ない、巻いちゃいましょう。で、こっちで
バックラを直してあげると。バックスライドって結局ちゃんとライン出さないとバックできないんで、そこだけちゃんとやれば、まあ、あとは放置で取れるんで、こういうふうにちゃんと出してラインを見てトン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 、本当に食ってたらもうラインがふわって走りますから。さらに行ってみっか、こっちとかどうだ。あそこの辺もいいんじゃないか。あ、でもラインが見えるんで人はやってるんですね。本当どのエリアもやってないところはないんですね、やっぱね。秘密の場所はこんだけみんなすごい数の人数が釣りしてれば秘密の場所もなくなりますね。おお、ドライブショットマジこれ、もうね、ああいう木に引っ掛けちゃった時にガッてやっちゃうと針出ちゃうんで、優しくほぐしてあげるともう普通に帰ってくるんです。にしても今日暑いな、これ氷食って、なんか炭酸飲みて、ちょっと反応ないんでちょっと物語を進めますか。霞ヶ浦チェイスチェイス物語を。マジかよ、おい、うわっしょ、それでけえ、マジでチェイスチェイス、でかいぞ、うわけ、よいしょ、上本コバス半端ねえぞこれ。おーっさあ、やめろ、やめてくれ、よっしゃ、マジかよ。え？ちょっと待って。両手を濡らして。あ、取れちゃった。両手を。うわ、すぐ取れた、危ねえ。両手を濡らして。Oh my goodness！ やりー！やべ。サマパーさん。サマパターンやば、よりすっげえ、ドライブショットすっげえ、マジかよこれ、よりいや、マジ移動しようかなって言った最後の1投目ってやっぱ釣れるもんですね。おめでとうございます、よりよし、やばすぎる、完璧やりですね。いや、霞本湖のバス最高だな。引きも強いし。さらば。うえ。オーマイグッネス。これ外人さだったらリアルに言うやつです。いやー、ラスト1投で釣れるほど気持ちいいもんはねえ。完璧だ。ドライブショット完璧だ。やべえ。同じブッシュから2匹、やっぱ1匹だけじゃなかったっすね、やっぱね、そこで釣れてそっちで釣れてみたいな。いやー、やっぱいい場所は何回か丁寧に打つべき、そしてちゃんとこれでラスト1投っすねみたいな、そういう呪文をフラグを立てるのもありかもしれない。今回はね、フラグ立ちましたね。やれ、これは気持ちいい、ブーラ笑えよベジータ。はい、というわけでね、めちゃめちゃ似てないセルをやってみたところで、霞ヶ浦チェイスチェイス物語フィニッシュとなります。で、霞ヶ浦本湖ですね、あのちょこちらもう絶対夏パターン入ってるだろうと思ったら案の定2匹釣れたんですけども、やっぱこれを見ながらプラプラしながらでも結構釣れる素晴らしい時期になってきたんで、ぜひね、あの霞ヶ浦本湖楽しんでみてください。今回使ったのこれドライブショット、
これずっと使ってみたくてお店屋さん行ってたんですけど、あのプロショップケースさんで見つけて買いました。これエビ味噌ブラックにダブルウェッジの40、ドライブショットかなりバックスライドするんで、針のこの幅を細くしてより中に入れて釣りたかったんで、このダブルウェッジの40を使って、まあいい思いができました。タックルとしては68の M68M クラスのロッドを使ってプロロの14ポンドを使いました。まあ、大概霞水系だったら14、まあ、とんでもないヘビーカバー以外だったら、14とかそんぐらいでいけるとは思うんですけど、まあ俺はこれぐらいを使いました。ということで、めちゃくちゃ暑い日中のサマータイム香港だったんですけども、やっぱいるところにはいると思いますので、ぜひあの霞ヶ浦香港チャレンジしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。コーラが飲みたい。